楽しんでます。今ご飯食べ終わってトンデムの方にずっとまっすぐ歩いてます。多分20分くらいはかかると思うけど、街並みを見ながら歩いてます。やっぱり結構石畳系、埋め込み系が多いので道がたかったですし、ところどころやっぱり坂がありますね。まあ、スマドラがあるから一人でなんとかやっていけるけど、手動でずっと街並みを見ようと思うと結構大変なところがたくさんあるので、電動の方がやっぱいいですね。はい、こんな感じ。すぐそこもトンデムンのなんかところ、あっという間だった。20分もかかったかな。韓国一人旅シリーズ最後は歩道事情、おトイレ事情、そして観光地事情をお話ししていこうと思います。歩道に関しては日本とほとんど変わりがなくて、点字ブロックもありますし、横断歩道から歩道に上がるときに段差あるところもあればないところもあります。ただやっぱ駅によっては坂がたくさんある駅の地域もあるし、今これトンデムンに向かってるんですけど、トンデムンの方はほぼ平らで走りやすく、車椅子の人も過ごしやすい感じになってます。ソウルだから坂いっぱいっていうわけではなくて、観光客からしてみれば本当に行く場所によって違うっていう感じですね。場所によって車椅子トイレと普通のトイレが一緒になってるとこもあります。エレベーターがあるところとないところもあるんですけど、あるところでもないところもあるんですよ。私が行った駅には全部この車椅子ゾーンの改札があったり、エレベーターに向けてこういう風に下に印があったので、すごく分かりやすかったです。韓国のエレベーターはドアが閉まるのがめちゃくちゃ遅くて、閉まるボタンを押しても5秒後くらいにやっと閉まります。エレベーターはこんな感じです。ここに全身鏡じゃなくて、この後ろが見える鏡がついてます。乗り換え案内アプリで、バリアフリー情報を見れるので、スロープないとちょっと怖いなっていう人は、駅に駅員さんが本当に見当たりません。なので改札のところでコールマークをしてスロープをお願いするというような形になると思います。おっおっ車椅子スペースがあるところにはこういう風にドアにマークが書いてあったり、あとは壁の方にマークが書いてあったので見つけやすかったです。で、電車の中にもちゃんと日本と同様に車椅子スペースがありました。で、まあ、人がいっぱいで乗れないかなって思っても、結構いやここに乗っていいよとか、姿見たらすぐにどいてくれる人たちっていうのがたくさん韓国では見受けられたので、結構安心してこの車椅子スペースに乗れました。で、日本と違っていいなって思ったのは、車椅子スペースに電動の人用のバッテリーの場所がありました。あと駅の中にも電動の人用のバッテリー充電場所っていうのがあったので、すごくいいなというふうに思います。ただ隙間が大きいところの駅もまだまだあるので注意です。あ、ジャパニーズ OK?あ、日本語大丈夫ですか? What? あ、Don't open door. What's the problem? 자력이부족합니다. Ah, you have a normal charge. A charge? You have to charge. A charge. Ah, okay, thank you. Normal. Ah, okay, thank you.観光地や駅に多目的トイレが基本的にあるので安心ですし、最近はトイレットペーパーも流せるようになってました。ミョンドンもうろ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 ずーっとうろうろ、なんか靴屋さんに入りたいのに入れなく、靴屋さんを探しながらうろ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 してます。お店の段差に関してですが、やっぱり1段
または2段あるところがたくさんあります。ただスロープついてるところもたくさんあるので、本当に、まあ、日本と一緒で入れるお店と入れないお店、全部が入れないわけじゃないし全部が入れるわけじゃないっていう感じですね。あーやばい、ヒルのお店ダンサー。今回観光に関してですが、私韓国ソウル3回目ということもあって、あんまり観光地というところには行きませんでした。ただ自分が泊まっているホテルの近くに世界遺産があったのでそちらを見てきました。こんにちは、ジャパニーズでワンパーセン、あ、ワンプレマイスでどこまで見れますか？オール？あ、オッケー、カメサムニダー。映像を見るとわかるんですけど、右側に車椅子とかベビーカーの貸し出しというのもやっていました。やはり世界遺産っていう場所になるので、こういった設備、あとは車椅子トイレとかですねという設備もしっかりしていましたよ。で、まあ、見る系ですね。本当に昔の建物を見るという感じなんですが、ところどころしっかりスロープがあって一人でも見に行くことができました。ただずっと回るためには坂があるので手動の人は一人だと大変だと思います。はい、今なんかジョングンミョっていうところのロイヤルシェアリン、なんか昔の人のすごいお家のところに来てますけど、多分メインのところが今工事中でちょっと見れないのが残念だけど、全体的に砂土で一応車椅子でも見ることができます。はい、こんな感じ、すごい、まあ、ここに昔のこう偉い人たちがね、よく韓国ドラマで出てくるような偉い方々のお家の、まあ、敷地っていう感じなんでしょうね。だからめちゃくちゃ広いすごい広いです。ちょっと道は結構ガタガタなんですけど、頑張ってスマドラで頑張って行ってます。すごい、もうダウンヒルしてるみたいな、うわ怖い携帯だとさ、手ぶれ機能がついちゃってガタガタしてるのがうまく伝わんないんだよね。でもこんな感じで韓国っぽい、韓国の映画ドラマかの雰囲気を味わえる公園、入場料1000ウォンだったので100円で、まあ現金でもいいしクレジットカードでもいいっていうことでした。うわおやだ、めっちゃ体に汚くなるな。まあしゃあない、一人で韓国旅行を楽しんでます。一人で韓国旅行を楽しんでます。一人で韓国旅行、一人で韓国2泊3日旅行。でこの世界遺産見た後にまたずっと散歩しながら、アングク、安い国って書いてアングクって読むはずだったけど、そこに行きました。でそこから有名な韓国の村みたいな、民族村、韓国民族村、すごい昔ながらの景色を、家の景色を楽しめるっていうところに行ったんですけど、本当にずずっと坂なんです。駅からずっと坂で、で歩道も狭いし、あとちょっとガタガタっていうところもあって結構行くの大変でした。なんなら場所わかんなくて一旦通り越してなんか戻ってみたいな形でしかったけど、でもここはなんかおしゃれなカフェとかたくさんあって来る人たちもたくさんいるんですが、まあ、お店の中は車椅子入れないかな、まあ、だからテイクアウトしてなんかこう端っこで飲むっていうのがいいと思います。こういう風に言ったんですけど、道は広くなってましたが、
どん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 坂が急になっていって、坂スマートドライブで登れるくらいではあったんだけど、ただ下りが怖くてもう途中で断念しました。本当に一番最後の私がやめたところのカーブからその先が本当よく見る景色だったっぽいですけど、そこで断念したのはちょっと悲しかった。まあでもなんとなくこう雰囲気を楽しめたので良かったし、まあ誰かと一緒に行けば確実に行けるし、電動の人も確実に行ける場所なので行ってみてください。これからエステ行ってきます。ここシエラエステさんはエレベーターもあるので車椅子でも行きます。最後はやっぱりエステだよねっていうことで、シンラエステさんミョンドンにあるんですけど行ってきました。ここはですねエレベーターもあって、まあめっちゃ広いってわけじゃないけど、私の車椅子とかだったら結構普通に移動ができます。で LINE で初め連絡をして、日本語で問い合わせして車椅子も大丈夫ですよっていう風に言ってくださったので行きました。日本語対応できてるからこそ、ここちょっとあんまり強く押さないでくださいとかって説明しながらマッサージを受けることができました。私は上半身とあとは顔のエステマッサージです。めちゃくちゃ気持ちよかった。もう一番最後の日の夜に予約を入れたので、このずっと観光して腕使ったりなんかね、お風呂も大変だったからそういった疲れを全て癒すことができました。女性だけじゃなく男性も OK です。なので夫婦とかカップルとか家族で来てる人もたくさんいました。ちなみにメジャーリーグの開幕戦が私が行った数日前にあったんですけど、その解説で来た斉藤佑樹さんとかもいらっしゃったそうですよ。ぜひ皆さん行ってみてください。はい、終わりました。マスクさんぜひ皆さん来てください。ありがとうございました急に最後だけ韓国行って思ったのが、ミョンドンは本当に日本語が通じるところが多いと思うんですけど、ちょっとずれるだけでやっぱり日本語っていうよりはもう韓国語または英語じゃないと難しいですっていう人が今回は多かったかなと思います。This work in the car. Wheelchair trunk. Wheelchair trunk? Yes. Okay. Thank you. Thank you. 街中を走っているタクシーっていうのは基本的にセダンタイプが多いです。カカオとかウーバー使ってないのでわかんないんですけど、拒否されるっていうことは私のタイプではなかったです。はい、2泊3日、韓国の旅ももうあっという間に終わりで、今インチョン空港に来ました。10時くらいですね。10時半。1時のフライトで福岡に帰りたいと思います。結局ね、楽しかった。なんかまあ、東京とか、そんな感じかな。その土地その土地でまあ色があって、道が整ってるところ、トンデムンとか、大きいところは道が整っているけど、少しちっちゃい駅に行くと、まあ、道がたがただったり坂があったり、まあ、でも坂は多いね。どこ行っても坂とか道がガタガタなのもあるけど、まあ、でもやっぱりこう綺麗な街というかオフィス街っぽいところ、追い描いたチョンノンサガだけか、チョンサンノガだけかっていうところは道結構ちゃんとしてたし、まあ、なんかそこはオフィス街らしい。だからそういったところは道綺麗でっていうのは、まあ、ミョンドンは渋谷みたいな坂がめっちゃありますよね。いや、そういったところを考えれば東京と同じ感覚で行けるし、まあ、鉄道も段差ないところがほとんど、まあ、一人では怖いなっていう時もあるけど、やっぱ誰かがいれば降りれるし、周りの人も助けてくれるから良かったです。まあ、ご飯に関してはやっぱり一人旅ってなると、まあ、量が多いから食べきれない場所もあります。でも本当に歩いてたりする、迷ってたりすると
結構いろんな人がもう韓国語でどこ行きたいの、なんかエレベーター探してんのみたいな感じで声かけてみてくれて、まあ、日本語ほとんど通じないし、英語もほとんど街の人は通じない人が多いから基本韓国語なんだけど、なんかそれでも助けますっていうこの姿勢をすごい皆さんが出してくれるのがすごい良かったなと改めて思いました。なので、まあ、本当東京っていうイメージで旅行ができると思うので、そんなに不安なくできると思います。まあ、ホテルに関してはね、ちょっとハプニングありましたけど、なんかもうちょっと値段が高いホテル、まあ、一人だから部屋割りできなかったけど、誰かと泊まれば、まあ、安く泊まれたりするので、ちょっとホテルに関しては、予約が確約できるような、いいホテルにした方がまあ安全ちゃ安全かなと思います。まあ今回のホテルも結局誰かがいればまあ行けないこともなかったんだけどね。はい。まあそんな感じで、まあ最後まだチェックインしてませんので、これからチェックインの動画とかを撮ったりするんですけど、とりあえずこんな感じで2泊3日韓国旅行終わりました。もう本当に普通に平気だと思うので、ぜひ、まあ一人、行く人も少ないと思いますが、友達家族と気軽に来れる場所かなと思います。次回は韓国の車椅子の人ともインスタでつながれたので、またソウルに遊びに行きたいなって思いますし、プサンも行きたい。プサンは結構やっぱもっと坂があって大変らしいですけど、プサンにも行きたいし、チェジュ島にも行きたい。まだまだ今回はソウルっていうだけだったので、もっと違う地域、まあ、日本でいう今回は東京に来たけど大阪福岡みたいな雰囲気で行けたらなと思うので、皆さんまたお楽しみにということで、はい、まあ、この動画がためになったなって思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。